炭ウ目は、石炭期から三条期にかけて生息した、両生類、または、歯型類の一グループで、有用膜類の祖先とされる。学名はギリシャ語で、石炭と影を意味し、石炭層から多く出土するため名付けられた。ガンナー・セイブ・ソダーバーグによって記載された当初は、石炭期から、ペルム期初期に生息した水星の大型両生類を、指す言葉だった。 しかしアルフレッド・シャーウッド・ローマーはこれを、爬虫類に類似した、メ名ハ類と再定義し、西部ソダーバーグのそれを、その中のエンボロメリ、アモクとした、分岐学の発展により、さらに新たな定義が生み出された、れウィキスピーシーズでは、ローマーの定義を採用している、エンボロメリアモクエンブルアム類石炭期から、ペルム期前期まで生息、本命中最も繁栄したグループ、 プロテロギリヌスカプロタージョリニーデイ石炭紀前期の北米とヨーロッパに生息していた半水聖種デボン期の原始的な死死動物であるチュレルペトンとの類似性を有するエオヘルペトンカオハーパトーオンティデイ石炭紀前期のスコットランドに生息していた陸生種アントラコサウルスカアンサリカソリデイ石炭紀中期のイギリスに生息していた陸生種カシラチョウだけで40センチメートル 水底全長2メートル。強力な捕食者だったと考えられている。エオギリヌスカイアゲリニーデイ石炭気候期から、ペルム紀前期のヨーロッパと北米に生息。二次的に水星に戻った。円筒形の細長い胴体を持つ。最大種は4メートルを超える。アルケリアカアーチャーデイペルム紀初期の北米に生息していた水星種。シゾメリアモク、スキッツォメリー石炭気前期の水星種。 エンボロメリア目に入れられることもある。ディプロメリア目ディプロマーイ石炭気候機の水生種。ディプロベルテブロンが属する。エンボロメリア目に入れられることもある。ゲフィロステグスア目ゲファーステジダゲファーステガスボミカス。石炭気候機の小型陸生種のグループ。かつては有用膜類の祖先の有力候補とされたが、それほど近い類縁関係にはないらしい。 ニクテロレテルアモクナイクターリトリダペルムキに生息。極めて爬虫類に近い形質。夜行性であったらしく大きな眼下を持つ。クロニオスクスアモククロニースウチダペルムキ末期から三畳期初期の東ヨーロッパに生息。外見はワニによく似ている。シームリア型類とされることもある。ディアデクテス型メダイアデイクタモーファは、最も初期の食食性陸性獅子動物である、ディアデクテスを含む、 爬虫類に極めて近いグループである。石炭期からペルム期初期までのユーラメリカ大陸に生息していた。シームリア型メシーモライアモーファは初期爬虫類と非常に似ているグループでペルム期を通じて生息していた。完全陸生種のシームリアから水星に戻ったディスコサウリスクやコトラッシアまでバラエティに富む。ありがとうございます。